収入が十分でない会社で、ね、上司にマウンティングされてしまう、十分な、ビジネスの成長がない、あるいはパートナーと、何かすれ違ってしまうような、そういう状態自体、セルフラブを正しくやり続けていったらば、その問題は必ず解決します。例えば子どもの学費を稼ぎたいっていうことに関しても、自分の価値がマックスになっていない時にはその金額の応援が宇宙から来ていたとしても、自分が受け取れる状態に慣れていないっていうことなんですね。結構他人に対して、例えば自分の憧れている人だったり、自分のお子さんだったり、自分の旦那さんだったり、あるいは自分のクライアントさんだったりに対しては、ファーストクラスで扱った経験がある方結構多いと思うんです。でもあなたが自分自身をファーストクラスに扱うことをしていなかったとすると、結果が出ないっていうことなんですね。今日はもう徹底的に皆さんに、まずは自分ファーストクラスっていうのを先にやっていただき、そのファーストクラスを本当にやり抜いていただいたらば、あなたが周りからファーストクラス扱いを受けるようになり、そしてそこにあなたに必要なものが引き寄せられてくるという人生に切り替えていただく必要があるんです。まずファーストステップとしては、自分自身をファーストクラスに扱うということからスタートをし、そして自分自身のファーストクラスというのは、これは6ヒューマンニーズを健全に自分で完全に満たしていくということです。6ヒューマンニーズ、これは人間の根源的な誰もが持っているニーズです。この一部だけは自分で満たしているんだけど、その一部が自分じゃないものによって満たされている時に、この傲慢さにつながる、あるいはあなた自身の本当の意味での極楽に切り替わらない状態を長く作ってしまうということになります。この6ヒューマンニーズを解説していきます。まず1つ目、自分を安心させるということです。人間は安心安全な環境の中でのみ、のびのびと本当の自由な自分っていうのを出すことができますから、両手を自分のね、心臓に手を置いていただいて、そして本当に自分で安心していいんだよっていうことを自分に伝えてさせてあげる。誰かによって結構安心をもらっていたりっていうことだったとすると、不健全さっていうのが生まれてしまうということになります。例えば仲良し小良しでつるみ続ける、占いに頼っているというのも不健全っていうことになります。そうではなくて、自分たった一人で生きているっていう状態だったとしても、安心だ、その状態に入れるんだったとしたらば、ちゃんと健全に自分自身を安心させることができているよっていうことになります。そして2つ目、自分自身のバラエティのニーズを自分で満たしていくということです。新しいことを毎日必ず何か満たしてあげるということです。毎日同じであった時に新しいものが欲しくなる、これをちゃんと与えていなかった時に起きてしまう自分嫌いになりがちな行為として、不倫とか浮気っていうのもこの中に入ってきます。これは新しいね、本当にドレスを着るでもいいですし、新しいメイクをトライする、あるいは新しい髪型をトライする、新しい何かというのを自分でいつも気がついて満たしていくっていうことをしていなかった時に、ありとあらゆる意味での浮気、不倫現象というのを作ってしまうことになるんですよっていうことなんですね。次に、自分の自己重要感を認めていくっていうことです。自分は重要人物なんだっていうことを感じることっていうのは、これも全員絶対必要なことなんですね。どんなに他人の笑顔を見て満足をしていたとしても、あなたが自分の自己重要感を満たしていなかったとすると、人の笑顔でその自己重要感を満たしている限り、あなたのところに本当の奥を楽に引き寄せ続けるっていうのは来ないっていうことなんですね。この自己重要感を自分で満たしていくっていうことが、
このセルフラブのステップの中でをむちゃくちゃ重要です。私という人間は特別ですよ。当たり前をゼロにして自分自身に対して本当に感謝を、生まれてこの方の全ての努力、これはちょうど昨日朝ライブで皆さんに瞑想ワークをプレゼントさせていただきましたので、それをあなたが1ミリも惜しむことなくやっていただくということが本当にあなたにとって必要なことになります。私は唯一無二の特別な存在であるっていうことをとことん自分の細胞の全てに入れてあげてください。4つ目、愛とつながりです。人間は誰もが愛されたいんです。ポンコツを出さないようにする理由は、他人からの愛をいただきたいっていうことになるわけなんです。愛されたいと思っている限りにおいては、あなた自身が本当に自分自身を愛し抜いていないっていうことになってしまうので、これがあなたが本当のパートナーを引き寄せたり、あるいはそのパートナーとの相思相愛の楽な関係、執着をしたり浮気を疑ってしまうようなことがあったとしたらば、この原因はあなた自身が自分自身で完全に自分の愛されたいニーズを満たしきれていないことが原因ということになります。本当に自分自身をとことん自分で愛し抜くということをやってあげてください。パートナーがいてもいなくても愛されていて幸せ、ここの領域にあなたが居続けていただくということ自体が、正しく自己愛を育んでいらっしゃる状態ということになります。5つ目は成長ニーズということです。この成長ニーズを満たすためにも、バラエティのニーズと同じように新しいことをどんどんやっていただく、毎日の日常の中で自分が成長できる場というのをね、与えてあげてください。そして6つ目、貢献ニーズです。人の笑顔を見て嬉しくて、人に対してつい頑張りすぎちゃってクタクタになってしまったことあるよという方は、このニーズを満たす前に自己重要感を完全に自分で満たしてあげるっていうことをやって、そして有り余った余力で人を助けるというところをやってください。これをやらないとですね、もうあなたはしゃかりきにどんなに上がっていったとしても、ズドーン、また人力に戻ってしまうということになるんです。全部今日お話しさせていただいたことをしっかりとやっていただいて、あなたの波動をとにかくマックスにしていくセルフラブというのをやってあげてください。そしてあなたの人生がここから自己愛マックス、完全マスターコースで、無限に豊かに幸せにを生き続けていただければと思います。